party coming. Move around like fresh, fresh one. クリームソーダ、うん、超可愛い。これクリームソーダかな。マジ私いつもこれ味噌カツパン、めっちゃ美味しいよ。これはね、うん、どうしようかな。ミニオケチキンホットサンド一人で、二人に行った方がいい。絶対食べれると思う。だって米がめっちゃでかいもん。確かに。じゃあ味噌カツパンにする。妥協合わせてくれる。カツカリーパンまでしょ。やだ。そうか、うん、何がいい。味噌カツパン。味噌カツパンにしようか。OK。 OK。 うん、クリームソーダとこれ、うん、クリームソーダが2つ、はい、と味噌カツパン1つ。失礼します。人より食べれてさ、なんか別にカツ太らん人ってさ、お金はかかるかもしれないけどさ、めっちゃ幸せじゃない？幸せだね。正直さ、こういうの見たら食べたいのっていっぱいあるじゃん。でもさ、胃袋の限界ってあるじゃん。うん、そこ考えてさすがに食べる人はさ、それが無限に食べれるっていう。うん。だからコメダの接客はめっちゃいいらしい。そう。すっごい薄い情報。なんでかしら。テコ情報テレビでやっとったの。でもカメラの接客はいいってめっちゃいい、めっちゃいいってそうテレビでやってたけど、なんでかは知らん。トイレ行きたい。すっごいこぼれるね。
っちゃ壊れるやん、めっちゃ壊れとる。めっちゃくっそ壊れとるやん。もうこういう用のコースターになってるじゃん。すみませんすみません。でもえマジでかいよ、うん、どうそう、これぐらい、うん、うまっ、サクサクじゃん、うまっ、これ食っていい、うんうん、米がよ、優雅じゃない米だって、うまっ、うん、でさ、なんかこういうところとかご飯食べに来てもらってさ、うん、日常生活的にさ、うん、喋ってるの私じゃない。まあそうね、うん、なんか今無口だ、無口やった俺、うん、全然喋らん、一瞬だけ喋ってない。なんか喋った今日、何にも喋ってないじゃんこれ、マジ喋らんなと思って今さっきから、うん、一瞬喋ってるじゃん私、食べるの遅い。一生この一個食べてるじゃん。こういうさ、YouTube でこういかに多く早く食べるかが勝負なのに、こんなに一個に粘ってくやつ、俺も絵が変わらん。ユーチューバーとかってさ、大食いの方がいいな。全然向いてないよね、私ら。あんま食わない。あんま食べるのにもすごい痩せてもない。それな、めちゃめちゃ密度の高いカロリー飯をちょっと食って太ってくからな。マジで向いてない。なんか自分が死んでさ、うん、死んで、私が俺が死んで、うん、私がおばあちゃんになったらさ、うん、近所のおばちゃんとかとさ、うん、コメラとかってさ、うん、語らい合うんだろうなと思う。いや、俺が死ぬ前からいけないじゃん。なんで俺死ぬかじゃないといけない。いや、自由な時間増えるじゃん。いや、俺そんなコメラ禁止とかしてないから。あれ、コメ禁じゃなかった、コメ禁じゃない、あれ、コメ禁出されてなかった、うん、全然コメ禁ってなんで。毎日食うようになったらちょっと止めよう。さすがに米金出すかもしれない。狂ったよね、米。さっきも見たらお前。朝昼晩米だよ。一日一回とかじゃないけど、うん、さっきも言ったら上に。そう。ずっとおるよ、じゃあ。なんで一回帰ってくる。クレジット使い方どうする？食い逃げ。食い逃げ。マジ、マジダッシュ。二手に分かれよ。錯乱させる作戦。25歳女のマジダッシュ、やなんだけど。もう決まったね、タイトル。共働き夫婦。ホームさん、食い逃げ、マジダッシュ。いや、迷惑系 YouTuber やん。そこ目指してないよ。迷惑系 YouTuber やん。夫婦で。最悪やん。せめてそれ片方やろ。そうやな。両方で。お疲れ様です。